い、どうも、オガチャンネルのオガちゃんです。さあ、今日はですね、特別ゲストがいらしております。岩手グルータ盛岡の秋田豊監督にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう僕はゲームでめちゃめちゃお世話になってるんですよ。知らないところでね、そういうのあるみたいなね、はい、知らないって知ってるんだけどね、はい。僕らの世代はみんなサッカーゲーム、アキさん使ってました。お世話になってました。僕初対面ということで、今日お土産を、はい、持ってまいりましたので、こちらです。何？お酒？お酒です。あ、お酒ね。お酒です、よければ、はいはい、はい、ぜひ、はい、今ね、はい、なんかね、こっち来てやっぱお酒飲むようになった。あ、本当ですか？うん、基本お酒ってあんまり飲まない人間だったんだけど、はい、青森でちょっと仕事あった時に遊びに行って、はい、で、電酒を飲んだのね。あー、美味しいですよね。電酒飲んだらもうやばいことになってそれからまああんまり飲まないようにしようって思ってて、はい、でもまたこっち来てから、こう岩手で好きな日本酒とかってありますね。南部美人。あ、南部ビジュ。蔵元まで行ってきたからね。二戸ですよね。二戸まで行ってきた。で、工程から何から何まで見て、はい、で、お酒いっぱい買ってきた。いいですね。南部ビジュいいですね。だけど、はい、バスケでは決めた時に、はい、南部ビジュに乾杯ってなるんだけど、はい、まだ岩手ブルージャーには。よろしくお願いします。よろしくお願いします。酒どころに来るとまた飲んじゃいます。まあ後々の話に行こうと。あ、そうですね。おいおいとその話もお伺いできればと思います。今日は秋田豊監督にいろいろとちょっとお話を伺っていきたいと思います。監督ご自身が岩手に来て3年目ということで、岩手に来られた時、一番最初岩手に来られた時とこの3年目の今っていうのは、岩手に対してちょっとどういう印象がありますか？そのまあ変化というか、ね、一番ね、はい、俺の中での変化っていうより、はい、周りの人の変化の方が大きい。周りですか？周りまあ1年目とかは、はい、なかなかやっぱ勝てなかったから、はい、こう冷ややかな目で見られることが多かった。いや多分、うん、だからマンションでも、はい、声かけられることほとんどなかったもん。あ、そうなんですか。だけど、2年目とかはすっごい声かけられた。秋田さん、もう大好きだったんだから、何回俺去年からいるのになって思いながら、うん、それは思ったな。なるほど、うん、そんな岩手ですけど、秋田監督の岩手での一番お気に入りの場所とか物とか何でもいいですけど、岩手に来てここ一番気に入ったなっていうのって何かあります？場所はね、はい、中尊寺はなんか良かったね。お、中尊寺、金色堂、はい、うん、あれ綺麗だよね。そうですね。あ、結構定期的に行かれる感じですか？ね、定期的、まあ遠いからだけど、はい、まあでももう2回ぐらい行ってる。あ、そうなんですね。ちなみに物は何かありますか？物？はい。物？はい。物はお酒でしょ。で、早速で、まあまあ場所はあれなんだけど、やっぱゴルフ場がね、はい、安い。安い。これはね、はい、やっぱゴルフを上手くなるには重要なことで、はい、たまにしか行かないんだけどね、はい、ゴルフは。岩手で練習した方がまあ安く、え、絶対に何回も行けるっていう、チャンスよ、まあだから物って言ったらやっぱお酒かな。お酒、まあ、日本酒で、場所と言ったら、はい、中尊寺。まあよく言えば中尊寺、金色堂がいいけど、よく言えばだけど、まあ一番はやっぱゴルフ場がいい。ちなみに癒されるお気に入りどことかあります？やっぱ北館だね。北館ですか。北上館というは、はい、やっぱね、
綺麗、綺麗、パフォーマンスが高い。なるほど、うん、なかなかこう岩手に来られた時からちょうど新型コロナの話題になって、うん、行きたくても行けないとかしたくてもできないことっていうのがいっぱいあったと思うんですけど、ね、例えばその、まあ、お店とか、まあ、ショップだったり飲食店だったりとかいろいろあると思うんですけど、以上はね、はい、まあ、古町っていう焼肉屋さんの、ね、はい、ロイヤルホテルの2階にある、はい、そこは結構行ってるかな。全部個室だから、あ、なるほど、これからするとすごくありがたいし、お肉のクオリティは高い。ああ、あのね、岩手に来て、はい、もう一個感じたのが食が美味しい。まあ、魚、そうですね、魚と肉、ここはね、たまんない。もう何でもありますからね。ただ焼肉こちょうさんってあのボールスタンドのスポンサーさんになってるってことですよね。そうそう、これがお願いしてる。あ、そうだね、そうだ、そうなんですか。そうですよ。いや、もう営業をする監督だから。ちょっと今度ぜひご一緒に、はい、所長さんに行かせていただければ。僕あれなんです、あの去年グルージャファミリアの取材の時に、うん、あの最後に何かありますかって言われた時に、あの秋田さんと岩手温泉もいっぱいあるんで、うん、秋田さんと露天風呂に入ってちょっとお話がしたいと。体感いいですね、体感体感さんでお願いして、露天風呂でこう、あのちょっと休憩があればいいかな。体感でやりましょう、ぜひよろしくお願いします。でここからちょっとあのサッカー、はい、話題に移らせていただきますが、ヤベッチスタジアムでですね、あの僕もあの毎週見てるんですけども、千葉戦の後、矢部裕之さんに、僕あの秋田監督は J リーグのビッグボスだと思いますというふうに表現をされていたんですけども、ご存知でした、ね、いや知らないけど、はい、なんか逆に嫌だな。逆に嫌だな。まあ言うのはただだから、まあまあ、高田浩二さんも、ね、はい、うん、一緒に出てて、うん、喜びをかみしめてる感じでしたね。しみじみした感じでよ。いやね、まあいつ初勝利するかっていうとこだったからね、はい、まあいい入りはできたよね。もうテレビの前で大騒ぎしちゃいましたね。見てて間違いないね。ボレーシュートも感動でしたね。またね、あの剛が決めたっていうところがね、そう、怪我に苦しんでた時期も、うん、去年はすごく苦しんだから、はいはい、J2 初挑戦ということで、うん、ここまであの新加入選手も含めて、はい、30名近くの選手が、まあ、ピッチに送られている。そんな出てる、はい、ちょうどいつだったかな、多分前節か前々節のダゾーンの時、解説か実況かって言ってたんですけど、多分ここまで J 最多で26人か7人の選手がピッチに入っている。言っとくけど、はい、身長が、はい、その平均の身長が一番高いのが、はい、うちだった。みんな大きいですね。 J リーグJ リーグ史上みんな大きいですよね。まあ特徴のある選手を俺は使いたい。特徴の、例えば本当にバランスがいい選手で、はい、そういうチーム作りをするよりも、はい、この個性っていうのは、はい、例えばもうゴルゴだったら、はい、もうボールを狩ることに関してはすごいとか、うん、はい、ワッキーもボールを回収するのはすごくうまいし、ムッティだったらムタとかは点が取れたり、はい、ヘディングとか、うん、まあ、そういう特徴のある選手をこう組み合わせて、はい、彼らの良さ、まあ、チーム力っていうのをこう引いて出したいっていうのが僕の考えなので、チーム力として固定のメンバーじゃないっていうのは、はい、明らかに競争してるから。あ、もう選手同士の、そう、選手同士が競争して、はい、その中で勝ち抜いた人間が試合に出てる。だからそういう風に30人、はい、だからみんなが頑張ってる。若手であろうが新人であろうが、はい、卒であろうが関係なく、僕はいい選手を使うし、あの、だからこそみんながそのチャンスを、はい、
J2 だと、J2 だけど、うちはその上位チーム、去年でもなかなか点が取れなかった。去年もだいぶひりついた試合が多かったですもんね、うん、だからその、まあ、中で選手たちは、まあ、だから競争しながら、はい、毎回毎回その例えば車のエンジンのアクセルをいっぱい踏んでるわけよ、はい、で、まあ、J2 で経験のある選手たちっていうのはちょっとやっぱり余裕がある状態で、でも俺たちはそうやってやってもらっても勝てないんで、もう思いっきり軽自動車でアクセルがガーって踏んでる。もちろんそのうちのチームは中にも経験者がいるんで、はい、そういう選手たちはまだ余裕あるけど、でもやっぱりなかなかそれを維持するっていうのは毎回毎回出すっていうのは難しい状態なんで、うん、サポーターに向けて一言、はい、お願いいたします。あの苦しい戦いは続きますが、まだまだ長い、リーグになると思うんで、本当にあの岩木に応援に来てください。そしてあの選手たち、秋田監督に、応援をしてくださいね。よろしくお願いします。一丸となって応援していきましょう。今シーズンの全選手監督のサイン入りユニフォーム、T シャツですね、こちらを1名の方にプレゼントしたいと思います。お、はい、でこちら条件がですね、まず5月1日の今シーズンの岩木スタジアム開幕戦、ロアッソ熊本戦ですね、にご来場していただくと。でその中で僕に、僕はその場にいますので、その中で僕に声をかけていただいて、どこにいるかわかんない、どこにいるかわかんないです、どんな格好をしているかもわかんないです。で僕に声をかけていただいて、正解を言った先着1名にこちらプレゼントしたいと思います。でその正解というのが、これから秋田監督に伺う質問の答えということになりますので、こちらをぜひ聞いて、5月1日岩銀スタジアムで、おまちゃんをとっ捕まえて答えてください。秋田監督、98年、2002年のワールドカップメンバーに選抜されて元日本代表でございますが、一番印象に残っている対戦国はどこでしょうか。俺が、はい、ご自身が見た、はい、ワールドカップで、あの本大会ですね、本大会、はい、98-2002 の中で一番印象に残ってる国、対戦国だってかなり狭くなるよ選択肢としてはそれぐらいかなと思ったんですけど、いやいや、かなり狭くなるよいや、かなり正解率高いよ。いや、あともう見つけれるかどうかっていうところです。あ、そういうことか、はい、見つけて答えなきゃいけないんで答えは、はい、だって俺のマークだから、はい、左のセンターバックやった。だからなんすか。そうだよ。だからもう左のキックめちゃくちゃ練習したんだよ。あ、そうだったんですね。右、ほとんど右しかやってなかったから。エースストライカーの殺し屋は俺なの。必殺仕事人ですね。そうもうなんか高さとか、はい、まあ、パワーっていう、はい、まあ速いやつもそうなんだけど、はい、エースキラーっていうのが俺の役目だった。それも鹿島だった、はい、あれは俺の責任じゃないからね言っとくけど、一失点、まあ、七海の足に当たってちょっとコース変わって、はい、その1対1になっちゃったんだけど、はい、やっぱああいうところで余裕を持ってチョンってやっぱりかわすっていうところが、まあ、一番日本に足らなかったところっていうか、やっぱさ、そこの差だよね。はい、というわけでいろいろとお伺いしてまいりました。お忙しい中、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。そしてあの焼肉と、あと温泉とよろしくお願いしますじゃあ、あの最後ですね、あのうちのチャンネルの終わり方っていうのが、あのヘバナイスデーっていうので終わるんですけど、
あのヘバっていうのはこっちの方言で言う、それではみたいな感じになります。最後ご一緒にヘバーナイス、ヘバーナイス。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。企画等に関してはですね、概要欄にも載っておりますので、そちらもぜひご覧ください。じゃあ最後に挨拶を、はい、はい、お願いします。ヘバーナイスデイ、せーの、ヘバーナイスデイ。